こんばんは、ゆららです。クレステッド月光のご紹介をしたいと思います。クレステッド月光さん、この子、まあ、これはフィギュアなんですけれども、海洋堂のガチャガチャで、まあ、ゲットしたイエローの、まあ、クレステッド月光ですね。私、クレステッド月光を買いたいなって思ってから5、6年立ってますね。5、6年越しのクレステッド月光さんなんですよ。ずっと買いたいなって思ってたんだけど、いろいろちょっと買えない時期が続いて、このクレステッド月光フィギュアをめでながら調べながら今まで過ごしてきました。なので、まあ飼育歴が5月からだから、まあ2ヶ月なんですけれども、知識は多分それなりについてますでは早速、まあ、本物のクレステッド月光を紹介させていただきます。この子が本物のクレステッド月光です。クレステッド月光の基本的な情報法から説明しますと、ニューカレドニアの南部地方に住む樹状性のヤモリです。樹状性ってこういうなんか木についてたり高いところにいたりするヤモリです。カベチョロ系って呼ばれるのかな。和名が王冠ミカドヤモリって言います。このね、まあ、わかるか、ちょっとわかるかわかんないけど、目の上とか、この頭とかが、突起物があるんですね。それがなんか王冠に似てるなってことで、王冠ミカドヤモリって呼ばれています。で、そうですね、寿命が7年から10年って言われてます。で、体長は20センチくらいになります。飼育環境では、体長の2倍くらいは必要なので、ケージは40センチ以上のものを選ぶといいと思います。寿命がね、7年から10年ってことで、私はなるべくこう長い期間一緒にいたいので、まあ、なるべく小さい子をお迎えしました。当初ね、このフィギュアよりもちっちゃかったんですけれども、うちに来て約2ヶ月になるんですけれども、4、5回脱皮したのかな。で、今のこのくらいの大きさ、ちょっとねフィギュアよりも大きくなりました、うん、で、今気づいたんですけど、ちょっと乾燥してますね。白っぽくなってて、表面が。で、これ多分近々脱皮します。うん、今日か明日ぐらいには脱皮するんじゃないかと思います。したらね、また一回り大きくなるはずです。こんな風にね、すごいおとなしくて、ハンドリングもできるんですよ。かわいい。かわいい。で、まあこのまま飼育環境の説明、紹介に入るんですけれども、私は 30×30× これ45だっけな。の、水槽で飼育しております。下に、一番下に新聞紙引いて、で、これなんだろうね、昆虫用の
マットを敷いてるんですけれども、ちょっとこれね、よいしょ、これハスクチップっていうこのチップをそこに使ってます。で、最初はヤシガラ土を使ってたんですけれども、メンテナンスするのにこっちの方が楽なんで、こっちに今切り替えてます。これね、しかも安かった。いくらだ、450円とかそんなもんで、うん、これはなかなか使いやすいです。で、ご飯は基本的にはまあ生き餌、コオロギとかをあげてるんですけれども、まあフルーツとかも食べるんですよ。なのでたまにフルーツなんかあげたり、あとは人工養飼料としてこういった、なんだこれは、ちょっと降りる、はい、ちょっと降りおうね、これはね、こういった粉のもので、見えるかな、粉でこういった人工飼料が売ってます。これはね、水に溶かして使うタイプなんですけれども、粉1の水2とかそんな割合かな、確か。まあそんな感じで、うん、揚げたりもしてます。あとミールワームとか揚げてますね。最初ね、あんまミールワーム食べなかったんですよ。なんか餌だって認識してないみたいで、でもね、一生懸命こう目の前でこうちょんちょんちょんってやってたら、恐る恐るパクって食べて、まあ、それから結構ミールワームも好きになったみたいです。で、生き餌をあげるときにはこれちょっとボロ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 で、しかも詰め替え用なんですけど、まあ、こういったビタミン剤、これはカルシウムも混ざってて、3種類のカルシウムも混ざってるビタミン剤なんですけれども、こういったね、あ、間違えた、ビタミンも入ってるカルシウムだまあカルシウム剤をあげないとね、くる病とかちょっと病気の原因になっちゃうんで、まあ、こういったカルシウム剤をコオロギやミールワームにまぶして与えてます。うちのクレスさんね、すごい食欲旺盛で、コオロギ毎日何匹食べてる？ 3匹くらいはもうペロリっていきますね。で、その都度カルシウム剤も取ってるので、今のところ何事もなく脱皮して元気で育ってますで、ニューカレドニアの南部に生息してるってことで、基本的には高温多湿を好みます。なので、霧吹きを朝晩の2回かけてます。まあ、霧吹きをすることによって、壁やこの装飾の葉っぱについたお水を飲んだりもするんですね。なので霧吹きはとても大事です。クレステッド月光は夜行性なので、バスキングライトとか特に必要ないんですね。まあ、植物なんかをこうレイアウトとして入れてる際には紫外線が必要だと思うので、バスキングライトもつけてあげた方がいいと思うんですけれども、うちでは、まあ、この偽物の葉っぱ使ってるんで、まあ、特に必要もなく、まあ、本当このままのゲージで飼ってます。蓋がね、これ、まあ、こういったものが売られていたので、アクリルのこう穴が開いたやつ、まあ、これにちょっと角がトゲトゲしてて危なかったんで、なんか塩ビの、なんかなんだろう、これ塩ビのねやつをこう縁につけて
使ってます。爬虫類用のケージって売られてるんですけれども、なんかね、この辺になんか黒い、なんだろう、開け閉めする用のなんかあったりと、なんか邪魔だなと思って、水槽だったらすっきりしてるんで、というかね、多分私水槽が好きなんですよ。ガラス好きなのかな。なので、まあ、水槽で飼わせていただいております。クレスさん、なんかそのすごい設備が必要だとかそういうこともなく、まあ、今は夏場なので大丈夫なんですけれども、まあ、パネルヒーターピタリ適温とかいうのが打てたりするんですよ。そういったパネルヒーターを、まあ、側面に、まあ、ペタッとくっつけてあげて、一応温と暖かいところを作ってあげたりと、まあ、そういったくらいで、でもね、初期投資も維持費も多分そんなにかからないヤモリですね。ひんやりしてる今。説明は多分これくらいですね。はい、では以上になります。よろしければいいねやチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。またね。カメラ目線それ。